ビットコインが昨日の戻しっていうのを完全にまた無に返す下落っていうのをしてきているんですけども、まあこれからちょっとどうなるかっていうのをこの動画で解説していきたいと思います。皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回の動画は、まあ、冒頭でお伝えしたように、まあ、昨日ですね一気に価格上げてきたビットコインなんですけども、そこから案の定ですね、まあ、前回の高値っていうのを超えれず、まあ、3万8000ドル付近なんですけども、まあ、そこを超えれず、形があんまり綺麗ではないかもしれないですけど、ダブルトップのような形作って、まあ、こことかは特にソーサートップみたいな形なんですけど、ここは感じだったんですけど、まあ、作ってそこから一気に昨日の上げで戻してきて、でまた3万5000ドル付近まで落ちてきたっていうことになってきてます。でこれからビットコインっていうのは結局3万8000を超えれないと結果的にやっぱり大きく上にはいけれないですし、ただ、まあ、やっぱりこの前の CPI の結果でもうほぼですね、もう今月から、まあ、利上げっていうのは停止するっていうようなことにはなってますので、まあ、その辺もちょっとチャートに含まれてるっていうのはあるかもしれないですけども、まあその辺のことも踏まえながら相場解説していきたいと思います。なので今仮想通貨市場注目されている方だったりとか、テクニカルも勉強中の方はぜひこの動画最後まで見て少しでも理解を深めていただければと思います。はい、そして動画の前になんですけども、現状今私の方は LINE と Discord っていうのを無料で運営させてもらっております。どちらも5000名以上の方が使ってくれていますので、まあ何か私に直接聞きたいことがあるっていう方はお気軽にこちらの概要欄のリンクから Discord ないし LINE を登録してメッセージ送ってみてください。はい、それではやっていきたいと思います。まあ、まずビットコインのこの1時間足のチャートになるんですけど、まあ、綺麗にですね、やっぱり大きな下落を伴って落ちてきました。で、この右に映ってるのが、これは注文数の多いところ、まあ、俗に言う板が厚い場所っていうのを見れるものになるんですけど、まあ、これで見てもやっぱり3万5000ドル付近っていうのは結構下に行くと入ってます。まあ、この3万5000から3万4600くらいなので、まあ、ここの前回の安値から3万5000ドルぐらいまでずっと、まあ、注文は入ってるっていうような感じになってます。逆に言うと今の方がちょっと板は薄いんですけど、っていうような今チャートになってます。で、前回からずっと言ってる日足単位で見た場合っていうのは、まあ、やっぱりここの動きですね、今だと、まあ、この白い一番上の方のラインの中でずっと動いてきてるっていうようなイメージになります。で一応今動画撮ってるのが6時52分なんですけども、まあ、早朝なんですけど、まあ前回の安値っていうのが3万5000前回っていうか昨日の安値っていうのが3万5360ドルに対し、まあ、今回の安値が3万5500ドルまで行ったので、まあ、ここまでで引ければ完全に包み足、日足の大陽線ですね、まあ、この大陰線が続いてからの全部打ち消す大陽線でめちゃめちゃいい形からの結局また今度、大陰線の包み足ってなってくると、まあ、かなりやっぱり上は相当きついっていうようなイメージになってくるので、まあ、これからですね、あと2時間でどのくらい日足が、まあ、回復するか、またはここまで落ちてくるかっていうのをちょっと注目していきたいかなと思うんですけども、まあ、個人的にはですねやっぱり、来年の半減期に向けて、4月が半減期だと思うんですけど、半減期に向けて、まあ、やっぱりもう一度くらいですね大きな下落がないと半減期でさらに大きく上に行くっていうのは厳しいかなとは思ってるので、理想的に言えばやっぱり3万ドル付近くらいまで落ちてくると一番、まあ、理想的かなとは思っています。はい、まあ、そこまで来るかどうかはさておいてなんですけど、でこれも前回ちょっと言ってましたけど、ここの動きですねに結構っていうか今かなり似てきてはいますので、まあ、途中からこれコピーすると、まあこんな感じで当てはめると、はい、まあ、今かなり動きが似てきてるのが分かると思います。まあ、若干こんな感じすると、まあ、すごい分かると思うんですけど、まあすごい本当に似たような動きをしてきています。まあ本当これもこれ通り動くっていうわけではないんですけど、あくまでやっぱこれは参考にしといた方がいい動きになってますので、まあこうやってバーをコピーするのもそうなんですけど、まあ、パッと見ですねこの日足単位での動きって今すごい似てきてるので、まあこういった動きをしてくる可能性もまああるかなと思います。はい、で一応ヒートマップちょっと見ると、はい、生産のヒートマップっていうのが一応バイナンスであれば3万5000ドルがやっぱり一番生産されるので、まあ、3万5000ドル付近で価格がさらに落ちるようであれば一気にですね、まあ、安値更新っていうのもあるので、もう一気に3万
4000前半とか3万3000ドルくらいまでの急落っていうのも全然考えられるかなと思います。はい、まあ、全体的なヒートマップは3万5000はそんなに入ってないですけど、まあ、やっぱりバイナンス自体に3万5000ドルぐらいでヒートマップがすごいあるので、その辺はちょっと、注意していきたいかなっていうような、イメージになってます。で、あとは、まあ、朝なんでちょっと早めに動画上げたいっていうのもあって、まあ、結構今サクッと説明させてもらってるんですけど、一応これツイッターでもちらっとつぶやいたんですけど、4時間足での100 EMA ですね、100 EMA っていうのをなかなか割れてきてないんですよね、今のところ。直近で言うと下にくぐってたっていうか、まあ、上に抜けてから10月16日なんで、まあ1ヶ月くらい今ずっとここの EMA っていうのを割れてなかったんですけど、で今結構割れそうなところまで来てます。ただはい、こんな感じでアップすると、まあ、一度もこの4時間足で綺麗に下に抜けた状態で引けてないんで、うん、まあ、まだこれを上にいる状態の時にはまだ大きな下落っていうのはないかなと思います。なので、ここからの動き的に、例えばですけど、まあ、レンジを組んでたとしても、この EMA の下で、まあ、こんな感じでなってた場合っていうのは、まあ、一気に下落っていうのも全然考えられる動きをしてくるとは思うので、まあ、このとりあえず4時間足、直近で見ると4時間足の 100EMA っていうのをとりあえず見ていくといいかなと思います。まあ、この辺はちょっとヒゲっていうのもあるんですけど、うん、まあ、ある程度やっぱ効いてきてるラインになるので、注目しておいて、まあ、損はないかなと思います。はい。で、これから例えばまた急騰して、もう上に戻った場合っていうのも、今はまあやっぱり相当上が硬い印象、3万8000ドル付近っていうのは相当硬い印象になってますので、まあ何か本当に大きな、買いが入ったりとか、まあショートの人のですね、諦めて、損切りだったりロスカットが入らないと、3万8000ドル超えてくるのは結構厳しい動きになってくるかなと思います。まあ下手したら今年の最高値がこの3万8000ドルで終わるっていうのも全然考えれるので、一旦ちょっと本当に大きな下落を個人的にはしてきてほしいかなと思ってます。はい、それではすごいざっくりしたんですけど、多分動画も10分もいってないかなと思うんですが、まあ、ちょっと早めに編集して早めにサクッと上げたいで、まあ、本当は簡易的な解説になりました。なんでまあ少しでも参考になったと思われた方はぜひ今後の励みにもなりますので、チャンネル登録だったり高評価していただけると非常にありがたいかなと思います。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。